はい、聞きたいんだけどさ、はい、あれ結構アングラ？これってお金ってどこに入ってるのかな？これわかんない。だからアングラってこと。石油問題。なんか直近面白い案件ありましたか？そしたらですね、はい、この案件はどこまで話していいんだろう。はいはい、ちょっと待って、中村に聞くか。いや中村に聞こう。あのさ、輸送事故の案件をさ、はい、ちょっと聞きたいんだけどさ、はい、あれ結構アングラ？アングラです。アングラ？アングラ。じゃああんまり話せない、お前。隠しながら話せない。隠しながらだったらいいんじゃないですか。名前は出せない。名前は出せない。あの、オッケーオッケー。じゃあこの案件のちょっと詳細を説明してほしいんですけど、まずなんか商品数としては45です、ね、45、はい、で合計が60万円、はい、でこれが全部新品だったんでしょ。これ新品です、ね、この案件って某誰でも知ってる超大手法人さんからの依頼だと思うんだけど、これってまずどういう案件なの？ちょっと俺分かってないんだよ。ちょっとこれをまず教えてほしい。輸送事故で、うん、車内で、回収したものを商品払って、はいはいはい、その商品が今、うん、まずこの一覧です。ああ一覧ね、はい、ああこれはちなみに何ヶ月分ぐらいの案件？これで、前回1月に行ったんで、あ3ヶ月3ヶ月ね、はい、3ヶ月ってどういうことですか？要は1月に行って3ヶ月後に来たんで、3ヶ月たまったものがうちに焼いてたって感じなんですよ。で定期的にくれてるんで、大体車内に1回ぐらいはくれてるんです。そうですね。でそこの時に、まあ、じゃあその全部たまった輸送事故の在庫っていうのがバーッとたまって、それを全部うちにまるっと売ってくれてるっていう状況です、はい、それが定期であってってことですか？そうです。で輸送事故っていうのはどういうことですか？輸送事故ってそもそも某宅急便の会社さんなんで、宅急便で物をじゃあまあ預かって輸送するわけじゃないですか、はい、うん、っていう時に宅急便会社のミスによって商品が壊れましたとか、はい、破損が起きましたってなるとお金を返さなくちゃいけないですよ、はいはいはい、うん、お客さんにお金返して、このじゃあ在庫はどうなるかっていうと、当然お金返してるんでこうストックされるわけですよ、はい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 、それが積み上がっていって3ヶ月間に溜まったものがこれって。じゃあ全部新品っておっしゃってましたけど、ジャンク品とかではないんですか？あ、やっぱ箱が潰れちゃった。はいはいはい、新品でね、箱潰れちゃうとね、確かにね、はい、ダメになっちゃうから、ね、なるほどなるほど。であとちょっと水かかっちゃってて、新品なお客様いらっしゃるんで、え、実際さ、まあ、個数としてはね、中古品とかも混ざる可能性ありえるよね。あ、ありますあります、ね、リトンとかも前ありました。ああなるほどね、はい、そもそも世の中的に新品の方が流通量が多いから、まあ、新品が多いだけで、まあ、新品って言ってもまあ何かしらの内装がある、要は、アウトレット品みたいな感じになって。ああそうそうそう、アウトレット品、当然チョコ品とかも混ざるんで、うん、まあ、そういうのが全部たまってうちに合いが来るみたいな流れになって、はい、うちのこのお客さんってどういう流れから獲得したの最初？貸し見積もりサイトです。すごいね。一括サイトから来て近かったのと、点数があるってことだったので、はいはいはい、最初はやっぱりちょっと伺ったものは悪かったんですけど、まあ行くかも、とりあえずね、時間があったんで行ったんですけど、そしたら蓋開けてみればこんなんで。法人っていうのは最初から分かった？法人っていうのは電話の段階で、かけた段階で分かりました。ああでその会社さんだっていうのは分かったんだ。分かりました。ああなるほどね。で買い取りは大体どれぐらいなの？平均値でいうと70万ぐらい。670万ぐらいというイメージです。あ100はいかない。100はいかないです。100ないですね。100いかないですね。実際どれぐらい粗利でそう？売り上げ110ぐらいなんで、多分50万ぐらいだと思います。ああ、ね、じゃあまあ大体半値ぐらい買ってるイメージ。はい。けどアイミスとかないから、それなりになんかね、そんな出さなくても買えそうだよね。そうですね。あと、まあ、商品の外装がやはりボロボロだったのが、僕もコートでジャックの可能性もあるなと思ってるんで、これってお金ってどこに入ってるのかな。これわかんないだからアングラってこと。一応本社的にちょっとやり方が良くないみたいで、でも管理スタッフはみんな知ってる。4通ぐらいメール送るんですよ、いろんな部署に送る、うん、ってことはその会社のドメインのアドレス宛てに送ってるんですよね。そうですそうですそうです。あ、じゃあアングラっていうアングラなんていうのもないよね。うん、でもなんかそこだけで抑えたいみたいな。まあ世の中的には知られたくないみたいなのがあるのかな、はい、うん。他の支店にも行ったんですけど、そこもやっぱ全然だと違う。ちょっと相談しながらやってたんで。一番高いものって iPhone 13 Pro 1 Tera シルバー。結構ちゃんとした金額で買ってるイメージある。うん、やっぱり元々がこの人たちも専門業者に全部自分で持ち帰りだったんで。ああなるほどね、はい、けどまあちゃんと高く買ってくれるんだったら御社に売るよっていうのでまとめてやらせてもらってる。素晴らしい人間力もある。なるほどね、素晴らしい。まあ人の部分も大事だよね。けど
別にさ、あの法人さんで言うと、はい、高く売らなくても、うん、別にその人のミディア入るわけじゃないから、あ、そうですね。それはあるよね。それはあるんですけど、あと、チャネル販売もやってるんですよ。あ、なるほどね、はい。そっかそっか。あんまりじゃあ安いとそっちでいるとか、そういうのもあるんだ。そういう、チャネル販売とかもしてるんだな。あ、なるほど。確かに、そのイメージ的には、そのところでいくら勉強したとは言えなく、それを流通させるっていうのは、ちょっと微妙だよね。はい、だから世の中的にちょっとあんま遅れしたくないみたいなのがあるのかな。はい、おもちゃとガジェット系はやっぱり相場感がしっかり、はいはい、なるほどね。やっぱ型がしっかりしてるもので、ね、はい、ブランドはある程度ちょっとまあ抜きやすいみたいな。ブランドとか電化製品ですね、うん、複合機とか電子レンジとか、で本当多種多様にあるね。多種多様ですね、うん、まあ、けど確かにその会社さんから言うといちいち売り分けるの超めんどくさいから、はい、まあ別にちょっとぐらい安くなっても、はい、まあ、全部一括でやってくれるんだったら、まあぶっちゃけかなり嬉しいよね。あ、嬉しいですね。超楽だもんね。本当に1回目からもう、まあ、次回も仲間が来てくれますから、ね、それなんで、はい、しかも手続きもめんどくさいじゃん。そうです。だから売り分けると手続きかけるさ、その工数って考えるさ、結構担当者からしたさ、うわ、もうこんな金額で買ってくれるんだったらめっちゃ嬉しいみたいな感じな、あ、イメージあるよね、はい、絶対そうだよね、うん。でもまあいろんな輸送会社あってその事故案件っていうのは常に抱えてるから、まあ、そこに眠ってる可能性はそれぞれのエリアごとで、エリアごとに要はなんか権限が振られてるってことですよ。あ、そうですそうです。実際問題入れんのかな、この営業したりとかして。たどり着けないです、電話で。あ、電話でたどり着けない、はい、あ、なるほど。じゃあ人間関係とかで何かあれば、はい、そういうのは、ま、回ってくるけどみたいな感じなのかな。そうですね。かまあ、うちみたいにたまたま問い合わせがあるみたいな、はい、こっちからアポイント取っていくっていうのはたどり着けないですね。これだって、はい、そもそもあのいろんなセンターがあるわけじゃん、はい、そこがなんか地域ごとに統括されてるところに集まるみたいな感じで。そうです、ああ、なるほどなるほど。支部ですよね。そうです、はい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 、だからその構造上そのそういうレベルじゃなくて、そこがさらに集まって、その集まったのがトップです。そうです、集まったのがそのでっかい施設のトップです。うん、なるほどね。それはちなみにその施設でいうと東京だと何いくつぐらいある、ここら辺だとはどことどことどこのものが集まってる。多分港品川太田エリアは全部集まってますよね。あ、そうなんだ。東京地区は全部集まってます。あ、そうなんだ、はい、じゃあ結構だよね。はい、だってそこのエリア城南エリアが集まってるってなると相当だよ。あ、まあそうですね、羽田空港とかもありますし、うん、でそこはもう本当に細かいセンターというのはガチのもう支部っていうか、うん、全国にじゃあ 何拠点あるのっていうとあって20じゃない、そのレベルだと思うっていうのが冗談で、うん、いやこれはでもめちゃくちゃレアな需要っていうか、うん、取れたらね、あとはもう継続的にもらえるんで、うん、やっぱりその買取ビジネスにおいてこういうね、うん、まあ他にもいますけど、うん、こういう法人さんを獲得してでちゃんとこうやっとけば向こうとしては本数が削減できるしみたいな、まあうちとしても継続的にでかい案件がこう入ってくるんで一定一点は多少薄利でもあれはあるんで、うん、まあただね実際個人のレベルでやってる人たちにこの案件対応できるかっていう問題もそうだし、うん、あのまあ、そもそも会社のブランド的にできるかっていう問題はあるかもしれない。そうですね。なので買い取りマクサスのフランチャイズがおすすめということでいいですか。ありがとうございます。じゃあそんなところですかね、考えるのは。はい、綺麗です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。